おはようございます。こちらは松本地区五軒連合でございます。今日は6月9日でございまして、憲法9条を守り広めよう、こういった趣旨で県下各地で急の非行動を行っております。おはようございます。私たちは今国家この駅前で共謀罪廃案に向けたテントを作り、市民の皆さんと会話をしながらこの共謀罪の問題点などを話し合っているところでございます。今日も午前9時から夕方5時までテントを張っておりますので、またお近くにお寄りの際は顔を出していただければというふうに思います。ここ2、3日は気温が低かったわけですが、今日は暑い一日になるという天気予報でございますので、熱中症などお気をつけいただければというふうに思います。さて、昨日いわゆる北朝鮮のミサイルの発射ということがございまして、日本政府も含めてその対応に追われていたわけでございます。加えて国際連合連の常任理事国なども一致した対応をしていく圧力を強める、こういった対応がされております。目下共謀罪の国会での審議をしている最中にこういったことがあると、私たちがテントで座り込んでいても、いわゆる北朝鮮からミサイルが撃ち込まれたら困る、どうするんだというような話が出てきます。もちろんこのいわゆる北朝鮮のミサイルの発射には断固抗議をしていかなければなりません。一方でどうしたらこのミサイルが飛ばすような、そんな実験をしないような関係を作り上げていくのかという対話ということが一切今行われていないことにも一方で疑問が湧くわけであります。現在北朝鮮とのパイプを持っているのは中国だけになってしまっています。過去6カ国協議というものが行われてまいりました。日本、韓国、北朝鮮、ロシア、中国、そしてアメリカも加わっての6カ国協議が行われ、なんとか朝鮮半島の緊張状態を緩和していこう、こういった流れもあったわけであります。しかしそのたびにアメリカの政権による政策の変更によって、これが頓挫をする、それに対抗する北朝鮮のミサイル実験、原爆実験、こういったものが行われるという負の歴史を繰り返してきてしまいました。現実に1953年の朝鮮戦争の休戦協定は結ばれていますけれども、現在も朝鮮半島は戦争状態にある、これは変わらない事実でございます。一刻も早くこの休戦状態を終戦とし、そして朝鮮半島の緊張状態を解くことこそが日本の安全保障にとって最も大切なことだというふうな認識に立つならば、圧力だけではなくてどうやって対話の世界に引き込んでくるのかということも、やはりこれは同時に行われなければならない課題です。特に韓国ではキム・デジュン大統領やノムヒョン大統領の民主化政権の時代にはそういった流れが作られ、そして変わるとまた反動的なリ・ミョンバク大統領やパク・クネ大統領のように朝鮮敵視政策が行われる、こういったことが繰り返されてきているわけであります。今回新たに生まれたムン・ジェイン大統領はまさに韓国における民主化闘争のリーダーです。
昨年の2月に私は韓国を訪問しましたけれども、その際にもすでに例えば日韓合意による従軍慰安婦問題への対応について、実は従軍慰安婦の皆さん一人一人からすればお金なんかいらないんだ、とにかく誠意ある謝罪が欲しいんだ、こういうふうに言っていました。お金なんかいらないんだ、お金で解決しようとしていること自体がおかしいんだ。結局当時のパク・クネ大統領あるいは日本もそういった当事者の声をきちんと政策に反映する、そういった真摯な態度がなかったからこそ、日韓共同のこの従軍慰安婦問題への対応を間違ってしまった、それへの対応が今問われています。加えて百貨船が沈没をしたその真実もまだ明らかになっていない中で、その真実を引き上げろという運動も現実に行われておりました。さらにソウル市においてはパク・ウォンスン市長が格差と貧困が拡大をしていく中で、非正規労働を正規労働に変えていく、あるいは福祉も同じように、日本と同じように、困難な状況になっている中で、市の職員が出かけていくお出かけ福祉ということに取り組んでいるなど、格差と貧困に対応する行政が、精神的な行政が行われておりました。私はそれらを見て、ああいずれこの国は民主化のリーダーが必ず生まれるというふうに確信を持って帰ってきたわけですが、やはりその通りになって、キャンドル革命と言われるようなパク・クネ大統領を失脚する一大運動になり、そしてムン・ジェイン新大統領が生まれました。このムン・ジェイン新大統領の目指す朝鮮半島における緊張の緩和政策、これに私たち日本はやはり同調をして、同じように朝鮮半島の緊張状態をどう解いていくのかということに、やはり歴史的な使命を我々日本は持っているんだというふうに思います。1910年の日韓併合、それ以前の日清戦争も実は日本と中国との戦争ではなくて、それは朝鮮半島における利権を争う戦争であったわけであります。当時起きた東学党の乱、高校の教科書では江戸農民戦争というふうに記載がされていますけれども、この東学の指導者をはじめとした農民が日本軍によってまさに殲滅をさせられるという歴史的な事件もが実はこの日韓併合の入り口にありました。以降日本と朝鮮半島の中では、侵略と非侵略という歴史の中で1945年を迎え、そして38度線で伊北がソ連に、38度線以南がアメリカによって支配をされる、解放されるということもあって、南北の分断というものが作られたわけであります。この38度線というのは、実は日本が朝鮮半島を侵略支配をしている時の関東軍が38度線や伊北を支配し、そして38度線以南を他の軍隊が支配をしていたということに基づいています。1950年に起きた朝鮮戦争、そしてこの時に実はアメリカ軍、国連軍が朝鮮半島の北方北まで攻め入った時に、中国軍も参戦をして、山地での戦闘が行われ、アメリカ軍が痛い目に遭って38度線まで引き下がるということがありました。その時に実はこの長野県浅間山山麓に米軍の演習場を作って、この山岳戦争に備えるという計画がありました。当時軽井沢町をはじめとして
周辺の市町村が声を掛け合い、あるいは当時は今もそうですが、浅間山に東大の火山観測所がございまして、さまざまな運動体が結集をし、最終的には長野県も長野県議会も声を一斉に上げて、200万県民の力によって米軍演習場を廃止させた、断念させた、そんな歴史も実は持っているわけでございます。私たちは決して朝鮮半島の緊張状態ということに関して無関心であってはならないし、どうしたら対話というところにこの歴史の歯車を持っていくことができるのか、そのことにこそ私は政治が力を発揮すべきだ、そしてそのことによって決して戦争法に頼らない、共謀罪に頼らない、特定秘密保護法などの戦争法に頼らない国づくりをしていくことができるのだというふうに思うわけであります。今週まさにこの共謀罪の審議が山場に差し掛かっておりまして、昨日の参議院法務委員会の中でも野党各党から、法案の修正がなかなかもう難しい、今のままでは数の力で押し切られるということで、なんとか答弁で縛りをかけていくという戦術を取っております。社民党の福島みずほさんが発言をして、労働組合は対象にならないんだろうなということを林刑事局長に対して詰めて、そして労働組合は対象にはならないという現実を取る、あるいは自民党の皆さんからも質問が出て、また例のごとく金田法務大臣や林刑事局長からヘンテコリンな答弁が出てきているわけですが、組織的犯罪集団でなくても一般の団体であったとしても、その中にそして犯罪を考える人がいれば、それは組織的犯罪集団とみなしうるという林刑事局長の答弁にあるように、一般市民もこの共謀罪の対象になっているということを、実は自民党の皆さんもの質問からも政府はそれに対して答弁をしているなどですね、この共謀罪の問題点が明らかになったり、あるいは共謀罪の適用範囲を狭めていく、そういった努力が最終最後まで今法務委員会で行われております。今後ですね、内閣総理大臣に対する問責決議なども野党は統一して準備をしておりますが、私たちは特定秘密保護も止められなかった、戦争法も止められなかった、そして共謀罪も止められないのかという非常に無力感も感じているところでございますが、しかしこれで諦めるわけにはいかない、何としても戦争につながっていく道を、何としてもその道を止めなければならない、そんな思いで今日もこの場所で、このウッドデッキのところで座り込みをするつもりでございます。ぜひとも大勢の市民の皆さんに共に声を上げていただくようにお願いをして、本日急の非行動の訴えとさせていただきます。ご清聴賜り誠にありがとうございました。